イメラジオ第6949回、今日は令和6年10月28日月曜日です。時刻は午前7時、岡山美作、空は曇っていますね。夜の雨は明けたようです。今日は午後になったら晴れるんでしょうか。イメラジオ、今回は参政党員よ、よくやった、こんなタイトルでお話しましょう。今回衆議院議員を3名出した参政党、神谷代表によると快挙ということで、まさしく快挙と言っていいでしょう。思えば別に宗教団体がバックにいるわけでもない、財界もいない、何もないと、そういうところで始まった参政党。先を急いでいたからにはパーティーを大規模にやってごっそりお金を集めていましたね。けれどそれを選挙に投資して、まず2年前に神谷さんが参議院議員、そしてその後も政党助成金が若干入ってくるようになった、あと党費ですね、党費でもってなんとか今回多くの候補者を出し、94名でしたか。そして3名当選、これもすごいことです。それだけでなく、この参政党には妨害っていうのが2年前からずっとつきまとってましたね。最初は翼の党、翼の党の妨害はひどかった、ずっと続いた。それはこの春の東京15区補選、ここでもそうでしたね。で、吉川里奈候補の車を翼の党の車が追いかけるみたいな、そういう映像もありました。今回の衆議院選挙でも今度は役者が変わってプラカ隊、逮捕されたりしないように黙ってプラカードだけ掲げるっていう、ああいうお方々ですから、こんなのがずっと続くと普通はへこたれるんですけどね。ただし参政党員頑張ってましたね。その都度翼の党を撃退しようと思ってできなかったり、プラカ隊に対してはプラカ隊の前に別なプラカード立てて見えなくさせたりというような、今思えばあのような翼の党またはプラカード隊も、この今回の参政党の快挙、これを演出してくれる、いい意味で素晴らしい脇役だったかもしれませんね。悪役が派手に切り倒されてこそヒーローも輝くというものです。それだけでなく、これは外部からの話なんですけど、内部からという点でも、昨年の内紛、そして三連ジャーの離脱、この辺はまだ記憶に新しいところですよね。そして秘書さんのこと、これがまたずっと取り上げられて、そしてアンチの人には格好のトピックを与えてしまったわけですね。その都度参政党員心が揺らされ、で中には出てっちゃった人もいるかもしれません。それでも出ていかずに、参政党を信じて今回までやってきた。だから今回の衆議院選挙は神谷代表にとって賭けだったのと同じように、多くの参政党員にとってもこれは賭けだったんですよ。ここで参政党がゼロ議席みたいになってしまったら、もう党に勢いは出ない。だからそれは本当に私も、じっと見てはいたんですよね。けれど3議席と、次の参議院選挙にも大きなステップとなりました。勇気づけられた参政党員、そして保守の方々も多いことでしょう。
夢ラジオの放送、これは私がたまに話す、結局は口舌の音、喋ってるだけなんですよ。で、本当に偉いのはですね、本当にすごいのは、ちゃんとビラも配ってポスターも貼ってってやってる、動いてる方々なんです。口舌の音というのは所詮その程度なんですよ。そういう点で言うと、そのポスター貼ってもビラを配っても、別に誰から注目されるわけでもないけど、その時の参政党への使命感っていうのは、やっぱり日本を良くしたいっていう、そういうのに突き動かされて、これ以外の何者でもなかったでしょう。保守言論人で参政党と関わっているお方々、私も何名かご存知です。で、そのお方々は私よりも参政党員とより身近に、より広く接してらっしゃるお方々なんですけど、やっぱ彼らが一様に言うのはね、そういう参政党と関係している保守言論人の方が、一様に言うのは、党員は素晴らしいですよっていうのはね、よく言うんですよ。それがアンチの方からすると洗脳されてるとか、あるいは目がぶっ飛んでるとか、そういうふうな感じで言われちゃうのかもしれないけど、それはね、やっぱりそれだけの人たち集めてるっていうのは、それはやっぱり参政党のそれなりの底力と言わざるを得ません。いくらいいこと言ってても、外にね、外にいくらいいこと言ってても、集まってるやつらが、あいつもどいこいつもポンコツで、それで平気で嘘ついたり、あるいは人騙したり裏切ったりっていう、そういうのがゾロッと集まったら、そんなところ誰も近づきたくないじゃないですか。少なくとも党員はそうじゃない、そんなふうに私は聞いております。私はこんなこと言いながら、参政党員と別に親しく付き合ったことはないし、支部にも行ったことはない。私が参政党として知っているのは、それなりに映像を通して集めることのできるそのお姿だけですが、実際に参政党員と関わり合っている人たちからも聞いても、まあ間違いないんじゃないかとは思っておりました。ゼロから、しかも無理しながらの党運営だったので、参政党は本当に山あり谷あり、その間党員の心は揺さぶられ、引き裂かれ、涙もあったんじゃないでしょうか。ただし今回の結果、こうなってくればよし今から、しかもこういう時こそいい気にならずに兜を引き締めて謙虚に、こうですよね。いい気になった時が、そしてうまくいった時が、魔が忍び寄ってくる時でもあります。今回は参政党員をよくやった、他の党に比べてアンチが非常に多かった、そして今も多い、そういう参政党なれば、その党員が受けた精神的なプレッシャーも並々ならぬものがあったことでしょう。けれど、それを乗り越えて今回の一つの達成、これをバネにして次の、そして次の、その先には今とは違う日本が待ってる、こういうことですね。もう日本を外国に売り渡すような、自民党、公明党、民主党、こういったところに任せることはできません。日本国民よりも近隣諸国の方を向いているような自民党、公明党、立民党、こういうところに任せることはできません。そう思うとき、おのずと選択肢は限られてき、その意味では、参政党を選んだというその党員の方々の選択、それは決して間違ってなかった。ここまで運営したその党執行部がね、ここまで運営できたのも、笛吹いても踊らなかったら終わりなんですよ。笛吹いて踊ってくれる党員いたからこそ、こうですね。そういう意味では本当に今回の衆議院選挙、投票率はあんまり高くなかったとのことですが、意義ある選挙だった。自民党をこれ以上のさばらせてはいけない、公明党をこれ以上与党に入れてはいけない、それをまざまざと見せつける、そういう選挙でした。参政党員にお疲れ様って言いたいですね。
ただしこれで別に何か終わったわけではありませんから、早速今日から次の目標に向かって走り出す、これが政治なんですよね。政治に休みはありません。